植民地大臣はイギリスの内閣にかつて存在した閣僚職。世界中に半島を広げた大英帝国の植民地支配に関する事務を取り扱う植民地省を統括した。18世紀大英帝国の植民地が拡大し、その対策が重要となったのを受けて1768年にアメリカ及び植民地大臣のポストが新設された。 しかし1782年に北アメリカ植民地の独立が確実の情勢となったのを受けてこのポストは廃止され植民地に関する業務は内務大臣が担うことになった。18世紀末にフランス革命戦争が勃発したことで軍事面の統括を強める観点から1801年に陸軍大臣が植民地問題を所管することになり陸軍 植民地大臣のポストが新設された。19世紀中期のクリミア戦争で陸軍の非効率性が浮き彫りとなったことで、陸軍植民地小改革の動きが強まり、1854年には植民地問題が陸軍から切り離され、改めて陸軍大臣と植民地大臣が設置されることとなった。大英帝国の最盛期であるビクトリア朝において、 植民地大臣は帝国の使命を担うものであるという強い自負心を抱く者が多かった。第四代カーナーボン伯爵ヘンリー・ハーバートは帝国主義には二種類あり、一つは皇帝先生などの誤った帝国主義、もう一つは英国の帝国主義だが、これは平和を維持し、現地民を強化し、飢餓から救い、世界各地の親民を忠誠心によって結びつけ、 世界から尊敬される政治体制である。帝国主義には確かに領土拡張を伴うが、英国のそれは弱いのいじめではなく、英国の諸制度と健全な影響を必要とあれば、武力を用いてでも世界に押し広げていくことに他ならない。と合語し。同じく、ジョゼフ・チェンバレンは、私は第一に大英帝国、第二にイギリス民族を信じる。 イギリス民族こそが世界で最も偉大な支配民族であると確信している。これは空虚な誇りではない。現に我らが広大な領土を統治していることで実証されていることだ。未開発地域の文明家こそがイギリスの使命であると豪語していた。ただし大英帝国植民地の内インドに関する事務はインド大臣が所管した。また1925年以降は 植民地のうち自治領に関する事務は自治領大臣が担うことになり、植民地省は自治領以外の植民地を所管する役所となった。第二次世界大戦後、大英帝国の植民地はほとんどが独立した。植民地省が管理する植民地市民の数も1946年には6500万人だったのが、20年後にはその数は10分の1以下まで激減した。 役割が減った植民地大臣は、1966年に、英連邦関係大臣と合体されて、英連邦大臣に解組された。さらにその2年後の1968年には、英連邦大臣と外務大臣が合体され、外務、英連邦大臣となり、現在に至っている。所属政党保育党党り党、急進派保守党ピール派自由党自由党一党、 労働当局国波労働機構独立系1782年の植民地大臣ポスト廃止後、1854年の植民地大臣ポスト復活まで植民地に関する事務は以下のポストが担った。植民地大臣廃止後、以下のポストが植民地に関する事務を鑑賞している。ありがとうございます。